はい、こんにちは、こんばんは、ガンゾーです。集まれ動物の森をですね、ひそひそとこそこそとやっていたんですけども、ついに動画公開になりました。というのもですね、私この動物の森で何がやりたかったかっていうと、あのマイデザインをで服を作って ID を公開するっていうのをやりたいなと思って始めたのがきっかけだったんですけど、ドハマりしまして、めちゃくちゃちゃんとやってるめちゃくちゃちゃんとやってるんですけど、まあそのね、 ID 公開するためにはこのエイブルシスターズのお店が必要じゃないですか。それがやっと経ちました。時間かかりすぎなんですよ。もうだって4月30日ですから。マイデザインを書いたのは4月4日のこと。もう遡ること26日前、26日間もかかったの、ここまで来るのに。マジで大変だったわ。 ID 公開にね、行く前に何を作ったかだよね、そもそも。何を作ったかなんですけど、私、あのジュビロ磐田のサポーターというふうにね、ツイッター上でも言ってますし、結構ね、公言しております。なので、そのジュビロ磐田のユニフォームを作らさせていただきました。というわけで、そちらの様子をまずはご覧ください。
はい。というわけでね、完成したユニフォームがこちらとなっております。まあ、さすがにね、4月4日に作って、今日までなんで、まあ、こうやって着てみて、ちょっと違うなってところは、こう、いろいろ変更させてもらって、微調整して、最終的にこのような状態になりました。どうですか、皆さん。ちょっとこの辺に立ってみる？で、一応背番号はね、入れてない状態なんですよ。いや、これは、受注生産なんで、別途お金かかりますか？別途お金発生しますということで、欲しい方ね、いれば、受注生産で私ね、いくらか、どうしようかな、いくらでやろうかな、3000ベルでやろうかな、というような感じでね、いきたいなと思います。ではね、早速 ID 公開していきましょう。ジュブニー2020ファーストっていうことで、ここですね、右下半袖 T シャツの ID はこちらとなっております。皆さんね、よろしければ、着てみてください。背番号とかは自分で追加できるんですかね。ちょっとそのシステムはわかんないですけど、人が作ってくれたものに追加できるんだったらね、オリジナルで好きな選手の背番号を入れていただければなと思いますし、もしできないんだったら私作りますか？選手全員分。いや、ゴールキーパー用は色を変えなきゃいけないとかあるんですけど、まあその辺はね、皆さんからのコメントで対応したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。いやー、楽しかった。いや、この後もね、今後も動物の森まだまだ続けていくんですけど、いやー、でもね、一つ私の目標が達成できてよかったなと思っております。もしよろしければね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。